え、でも人によるんですね。そういうの好きな人も何も言わなくてもいい。アイデってどうなの？男側も。20歳います。いないです。3ヶ月、1年くらい。やっぱきっかけは普通に歩いててたまたま会って、ナンパではないですけど、歩いてるとこに共通の友達がいて、それで知り合って、仕事を頑張ってるとこの金銭感覚とか時間の使い方も違う。ラーメン一杯とかでも渋るし、お前怒ったよね。年前くらい友達の知り合いだったとか、間接的にとか、それは付き合ってました。インスタから直接会って何回か遊んだりしなかったら無理ですけど、明らかに60歳とか70歳ぐらいのおじいちゃんが DM でえタイプとかこんな遊ぼうよとかえ、電車で高校生の時めっちゃもう週3ぐらいで痴漢されてました。めっちゃ痴漢されてます。私が気になるで、やばかったのが降りた駅までついてきて、エスカレーターの下までついてきて、さすがに手で振り上がったんですけど、なんかことによるけど、その相手が傷つくって分かってるのに隠そうとして、私は自分に絶対バレなきゃなんでもいいです。はい、なんか怪しかったというか、中学生くらいの時にその時付き合ってた人が同じ高校になったんですよ。ダブルで同じ時期に付き合ってた女の子も同じ高校で、その女の子とクラス一緒になっちゃって、え、時期一緒だねみたいなことがあります。ある、え、なんか普通に男友達と思って遊んだけど、その時の彼氏はその人と仲悪かったから、彼氏の中の友達があるわけじゃないみたいな。え、お互いに良ければいいと思ってるんですよね。付き合ってから会わなくて2回くらいとかもあるし、それがちょっと怖いです。でもある程度は好きだったら会わなくても許せるじゃないですか。全くもう無だったら終わりですけど、無じゃなかったら、なしじゃないってなったら大丈夫。私だったら、一番最初だったら明るい人、元気、細かいところに気使ってくれる、汚くないとか、車乗ってる時とか暖房つけるって言ってくれる人はモテそうと思う。もう全部できそう、清潔感ない、気持ち何も考えません。これは俺、自分に勝つ、ボディタッチ、何言われて、もう女の子がどんだけ抵抗してもうまく丸めると思うんですよ。髪かわいいねって言うじゃないですか。その時に触りながら髪かわいいねみたいな。なんかさりげなく腰に手を押すとか、歩いてる時こちらねとか、あ、女なりし伝えることかな。あと、なんか彼氏だったら彼女の家とかに入った時にちゃんと気使って手伝ったりとか、別にやんなくてもいいけど、過去の友達ずっと携帯してるとかじゃなくて、一言言ってくれたら、あ、怖かった。自分になんか興味ないっていうか、あんま干渉してこない人がいい。家に行っても、食事で自分の好きなことしてたりとか、ずっと一緒の行動じゃない。1週間一緒だった。沈黙でもいい。筋肉好きだよ。筋肉、匂い。匂いわかる、匂い、風呂上がりみたいな、なんかシャンプーみたいな、柔軟剤とか、私氷の終わりです。高一の終わりだから緊張しすぎてあんま覚えてない。覚えてないけど、ただお互いに
なんか口の匂いあったりやじゃないですか。ミンティアを10個くらいお互い食べてからやる。ミンティアそれ覚えてます。それだけはめっちゃ覚えてる。あ、普通に一緒に YouTube 撮ってみて、うん、眠いねって言って寝ようとして、眠いねだよね、うん、始まったみたいな感じてたと思う。覚えてないな。あれは多分演出だよね。演出だし、本当に上手だからやっていいこと。夢だから。あれ夢だから。ガシガシしない。それしかない。いろんな意味でガシガシしない。好きであることはいいです。好きじゃなければ。言い方もあるかも。これなんか俺様系の感じで言われたら嫌だから。そこって誰嫌だ。大丈夫、心配する。でも人によるんですね。そういうの好きな人もいるから。何も言わなくてもいい。大丈夫でも言われてみて。男的な感情だったら言ってほしい。言われて嬉しいじゃないですか、気持ちが。だから、あんま思わないと思う。好きじゃなかったらやばいけど、発狂するけど。好きだったらね、割と何でも一人めっちゃいいんで、もうなんかどうしようもなくて、どうしようみたいな、何も感じない。下手すぎるのか何なのか分かんないけど、分かんなすぎて演技無意識でしてるかもしれない。気まずくなんないよ。別に気まずくないとかそういうことじゃなくて、相手を思ってみたいな。ちょっとオーバーリアクションにした方が、うん、確かにいいのかな。ジュースで、うん、シャワー、うん、確かに一緒かも。ジュースでそのまま腕枕してもらってちょっと寝てシャワー入るか、うん、別に毎回でも何も思わない。なんか眠い時が多いから会う時間が遅いから、うん、お互いそういう時があるから3くらいとか4 7か8体力どうなった。男側も高校生だったんで、きついと思うのか。1日トータルで 3,4 はいいですけど、もう夜だけで 3,4 はちょっとするかな。しんど。1日目は 3,4 はいいね。次いいんでしょ。それはもういい。どうだろう。普通なんか別に求められなきゃ別に何もやりたいとかないんだから。5人か6人くらい。どうですか。彼氏と好きな人。あ、おいしい。2人、いい感じだった。じゃあ何回か私が切りました。なんか別にやってて毎回会ったからやることじゃなかった。普通にドライブ遊んだりとか飲みに行ったりとかもあったんですけど、あ、もうこの人はダメだってなって切りました。一緒にいるのには楽しいけど付き合うまでいかないってなって、いや、やめるっていうか、切った一緒です。高校の時に付き合ってたんです。相手部活やってて、こっちはこっちでクラスでめちゃめちゃ仲良いダンスがいて、お互い知ってる人だけど、普通に言ってはいたんですけど、ちゃんと別に遊んでたりして仲良かったから、相手言えない人だったんですよ、私。だから、それはごめんなさいと思って。部屋部屋をめっちゃ飾りつけてくれて、家族ぐるみでお祝いとか、あとは一緒に何でも楽しんでくれる人で、なんか今になったらそういう何でも一緒に楽しんでくれる人っていないなと思って、で、家に実家になって最初にちょっと遊べないって言われて、でこっちは知ってて一緒に飾って使って隠れて帰ってくチャンネル登録お願いします。